1番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこれからまず何をしますか木村さん本社の社長がこちらに視察にいらっしゃる件なんだけど予定が早まって来週になったこと知ってるはい伺っておりますホテルの予約は変更しておきました会議室も変更してありますそうか 見学する工場への連絡も済んでるかなはい、済んでます。ただ、資料の準備がなかなか…え間に合わせてよ。はい、急いでやります。あの、お見えになるのは社長を含めて3人ということでよろしいでしょうかあ、聞いてない ?4 人になったんだよ。増えたんだ。あ、泊まるとこ大丈夫あ、それは伺っておりませんでしたので。そう。 じゃあ、先にそっちからやってはい女の人はこれからまず何をしますか 2>, 2番大学で 女の先生と男の学生が話しています。学生はアンケート調査の計画をどう変えますか卒業論文のアンケート調査の計画書。昨日ざっと見てみたんだけど。はい。調査の対象者が20代の社会人っていうのは目の付けどころはいいんだけど、男性が10人、女性が10人って。すみません。社会人の知り合いがそのぐらいしかいなかったんで。 質問の方は内容も面白いし、項目数も結構あって、これでちゃんと調査すれば、いろんなことが明らかになると思うんだけど、残念よね。知っている人が少ないからといって、これじゃあ分析のしようがないでしょう。はあ。卒業した先輩に答えてもらうとか、紹介してもらうとかして、この点を解決してください。わかりました。学生は、 アンケート調査の計画をどう変えますか三番市民サークルで男の先生が話しています。メンバーは来週のサークルの活動日に何をしますか 私たち手品サークルの発表会まであと1ヶ月ですね。その前の週にはリハーサルを行いますので、準備期間は実質あと3週間です。衣装は担当の佐藤さんが来週の活動日までに制作してくれます。来週の活動日なんですが、私は発表会の会場を見に行くので、練習には来られません。その代わり、 その日はプロとして手品をしている方を講師にお呼びしていますので、発表会の前に見せ方のコツなどを学びましょう。メンバーは来週のサークルの活動日に何をしますか 4番大学の事務室で男の学生と事務の人が話しています。男の学生は駐車場を借りるために今日何をしなければなりませんかあの、すみません。駐車場の使用許可証の申請をしたいんですが。学生用の駐車場のことですね。締め切りは今日なんで今日中に手続きしてください。そうですか。 申し込みってこの窓口でできるんですか申し込みはウェブ上でするんですよ。大学のホームページを見ればすぐわかりますから。はい。あ、学内の駐車場を申請するには、自宅と大学の距離とか、いろいろ条件があるのは知っていますかはい。それは知ってるんですけど、あの、うち許可の範囲に入らないんですけど、最近研究で帰りが遅くなることも多くて、車じゃないと本当に不便なんです。 そうですか。えー、っと、それでは、先に申請をしておいて、追加で理由書を提出してもらえますか書き方は何でもいいので、理由を書いて、今日中に半を押して持ってきてください。今日、印鑑持ってないんですけど。じゃあ、明日で。はい。男の学生は、駐車場を借りるために、今日、 何をしなければなりませんか五番会社で男の社員と部長が新商品について話しています男の社員はこの後何をしなければなりませんか 小山部長、こちら、新しく開発したお弁当の試作品なんですが。うん。あ、結構ボリュームがあるけど、ターゲットは ?20 代から30代のビジネスマンです。ああ、それでご飯が大盛りで、おかずもフライが多いのね。でも、若い男性の食事って、普段カロリーが高くなりがちだから、むしろ健康的なものの方が受けるんじゃないかな。ニーズ調査の結果ははい。 社内の男性社員を対象に実施したところ、確かに低カロリーで健康的な食事を求める声もあったんですが、やっぱり量を求める声や、肉が食べたいっていう声が多くて。じゃあ、例えば、この肉を揚げるんじゃなくて、焼いてみたら全体のボリュームは変えずに、カロリーを抑えられるんじゃないあ、それならどちらのニーズにも応えられますね。じゃあ、他のおかずも含めて、その線で再検討してみてくれる 完成したら試食会を開いて社内で試食してみましょう。そっちの準備は進めておくから。わかりました。男の社員はこの後何をしなければなりませんか 1番介護施設で職員の女の人と男の人が話しています。今男の人が困っていることはどんなことですか 中村さん、この仕事を始めてそろそろ1ヶ月になるけどもう慣れた困ってることない介護の仕事は初めてなのでお風呂に入る時のお手伝いとか最初はうまくできなかったんですがだいぶコツがつかめてきましたそうあのここでお世話している方々は祖父母の年齢に近い方が多いんですけど僕ずっと祖父母と離れて暮らしているのでどんな話をすれば楽しんでもらえるのかわからなくて。 食事のお手伝いをしている時だと食べ物の話なんかして何とか間が持つんですけどまだ1か月なんだから焦らなくていいんじゃない中村さん職場のみんなとうまくやってるし頑張ってると思うわよここの職員年上の人が多いから気を使うでしょういえ別に前の職場もそうだったんで今 男の人が困っていることはどんなことですか 2>, ?2 番大学で先生と学生が話しています。この学生のレポートの評価が良くなかったのはどうしてですか どうぞ失礼します先生この間のレポートのことで伺いたいんですがはい自分ではかなり頑張ったつもりだったんですが評価が低かったのでどこが問題だったのか教えていただけないでしょうか指定された資料を使って書きましたしいつも授業の時先生がおっしゃってるように自分の考えもちゃんと述べてあると思うんですが今回は指定した資料の内容をまとめるのが目的なので。 考察を加えないよようにと指示しましまたよねああ僕その指示に沿ってなかったんですね自分としては内容も自信ありましたし文字数もクリアしてますしなんでだろうと思って「すみません次からは気をつけます」この学生のレポートの評価が良くなかったのはどうしてですか 3番。テレビドラマを見ながら男の人と女の人が話しています。女の人は主人公を演じている俳優について何と言っていますか女の人です。 このドラマって何年か前に出版された漫画が原作なんだってね。うん。私、前に原作の漫画読んだよ。主人公を演じてる俳優、雰囲気がこのドラマの役に合ってるって評判だけど、私は原作の主人公とイメージを重ねて見ちゃうから、どうしても抵抗を感じるんだ。漫画の方は、なんていうか、もっとたくましい感じだから。僕は原作読んでないせいか、 この俳優、主人公にぴったりだなって思うよ。見てると彼の演技にどんどん引き込まれてく。私だって、演技力に関しては文句なく認めるけど。でも、そっか。原作知らないと役のイメージに合ってるって思うんだね。まあ、いずれにしても、ドラマ自体はすごく面白いよね。うん。もうすぐ最終回だなんて、ほんと寂しいよな。 女の人は主人公を演じている俳優について何と言っていますか4番テレビでアナウンサーが男の人にインタビューをしています。 男の人がマラソンを続けてきた理由は何ですか 本大会に77歳という最高齢で出場され、見事入賞を果たされました本田さんにインタビューします。今日は素晴らしい記録を出されましたね。ありがとうございます。自分のこれまでの記録が更新できて嬉しいです。今年でマラソン歴50年ということですが、辞めようと思われたことはないんですかええ、一度もないです。私は一つのことを継続することによって、 精神力が鍛えられると、ただそう信じてこれまでやってきました。その結果、いい記録も出るようになりましたし、それにこの年で病気一つしていないということは、本当にありがたいことです。なるほど。では、本田さん、これからも走り続けますかはい。これからもいろいろな大会に出て、多くの仲間たちと一緒に走れればいいなと思います。 男の人がマラソンを続けてきた理由は何ですか。五番。女の人と男の人が子供の名前の付け方について話しています。男の人は。 漢字の読み方通りに読まない名前について何と言っていますか男の人です。 新聞で見たんだけど、最近の子供の名前って本当に変わってるよね。ああ、海っていう漢字を書いてマリンとか、星って書いてキララって読ませるんだろ僕らの年代にはそういう変わった名前はなかったな。今の時代は他とは違う個性的な名前をつけてやりたいっていう親の気持ちが強いのかな。それはわからなくはないけど、 漢字本来の読み方を無視してるんじゃ誰もちゃんと読めるわけがないよね自分の名前を間違って読まれたら嫌な気持ちになるんじゃないそうかな漢字をどう読んだらいいかわからない名前って必ず読み方聞かれるだろう変わった名前だと人の記憶に残っていいじゃない僕なんかほんと平凡な名前だからそれが嫌で仕方なかったんだへえそうなの とにかく漢字の読み方は守った方がいいと思うけど。男の人は漢字の読み方通りに読まない名前について何と言っていますか 6番テレビでアナウンサーがある村の新しいビジネスについて話しています。このビジネスが始められた目的は何だと言っていますか 大谷村では若者が都市部に仕事を求めて村を離れ、高齢化も進み、村では以前のように農業だけで生計を立てることが困難になっていました。そこで村の人々が新たな収入を得る方法を探っていたこの村は、3年前に新しいビジネスを立ち上げ成功しました。観光客に民家に泊まって農業を体験し、地元の料理を味わってもらうというものです。 観光客のの増増加ととももに村の収入も増え、今では高齢化に悩む他の自治体が自分たちのビジネスモデルにしようと続々と見学に訪れていますこのビジネスが始められた目的は何だと言っていますか 1一番会社で女の人と男の人が話しています斉藤君今度の企画ぜひリーダーをやってもらいたいって思ってるんだけどどうやってみない僕ですかそんな僕なんかまだ入社してそんなに経ってないですし他にもっとふさわしい人がいるんじゃないでしょうかでも今度の企画はあなたの専門分野に関わることだから 斉藤君のの知識がどうしても必要なの確かに僕の専門なので知識はある程度はありますがでもいきなりリーダーっていうのはせっかくのチャンスじゃない僕リーダーの仕事を助けたりした経験すらまだないんでもちろん課長が期待してくださってるのは本当にありがたいと思ってますけどせめて副リーダーのような立場から始めさせていただけないでしょうか 男の人が伝えたいのはどのようなことですか ?1。1> 専門知識があるのでリーダーをやりたい。に経験があるのでリーダーをやりたい。3。専門知識がないのでリーダーをやる自信がない。 経験がないのでリーダーをやる自信がない 2>, 2番ラジオで男の人が話しています先日プロのゴルフ選手から聞いたんですが初心者の多くが失敗するとすぐに打ち直そうとしてしまい その結果また同じような失敗を繰り返してしまうそうです。仕事や日常生活でも同じことが言えるんではないでしょうか。少し気分転換をしてから次の行動に移れば、このようなことは避けることができるかもしれません。焦りや過度の緊張を持続しないことがポイントになるのでしょう。ぜひ参考にしたいですね。 男の人が伝えたいことは何ですか 1, ?1 ゴルフの練習方法 2, 2気分転換をする方法3同じミスを繰り返さないための方法4緊張感を持続させる方法 3番。ラジオで女の人が話しています最近、元気なお年寄りが増えています。例えば、緑市では、お年寄りが道路や川を清掃するなど、地域活動を行ったり、小学校で演奏会を開くといった、学校教育の支援に取り組んだり、と、様々な活動を行っています。このような社会貢献が今注目され、 各地で始まっています。定年後に積極的に地域の活動に関わり、住民同士の交流を図ろうというこうした動きは今後ますます増えていくでしょう。女の人は何について話していますか ?1 地域社会の高齢化の問題 二、高齢者の再就職3高齢者による社会貢献4高齢者に対する支援活動四番 テレビでアナウンサーが話しています。最近、自宅で蜂を育てて、蜂蜜を取る人が増えています。蜂は滅多に人を刺すことはなく、毎日餌をやる手間もないので、気軽に飼えるそうです。しかし、趣味で蜂を飼う人が増えて、近所の人とトラブルになったり、蜂蜜を販売する本業の人が育てている蜂に病気を移したり、といった問題も出てきています。 飼っている人はもちろん、これから飼おうとしている人も、このようなことがないよう気をつけることが大切です。また、このような問題に対処するため、これまでは趣味で蜂を飼う場合に届け出る必要はありませんでしたが、法律が改正され、今後は届け出ることが必要となります。アナウンサーは何について話していますか 1, 1. 蜂蜜を取る方法。2. 2蜂に刺された時の対処法。3. 蜂蜜の販売に必要な届け。4. 蜂を飼う際の注意。 5番。テレビで男の人間の生活には、労働、趣味、消費活動など様々な要素がありますが、労働は他の要素と異なり、楽しいことばかりではありません。それでも人が働くのは、単に消費活動や趣味、娯楽を楽しむためにお金が必要だからということだけではありません。 人間は仕事上の目標が達成され、誰かに認められた時、充実感を得ます。これは人間が生きる上で非常に大きな意味を持ちます。買い物などの消費活動では得難い感覚だからです。男の人が伝えたいことは何ですか <S ?1, 1 <S 消費活動の役割 2、働くことの意義。3、娯楽の必要性。4、目標設定の重要性。 一番。ねえ、冷蔵庫に入れといたお菓子、一つも残ってないんだけど。一。え、一つしか残ってないの二。じゃあ、せっかくだからいただくね。三。ごめん、美味しくてつい。 2番、君の企画書、興味深く読ませてもらったよ。1、1> 何かご意見いただければ嬉しいです。2>, 2、すぐに書き直してお持ちします。3、ぜひご覧になってみてください。 3番。明日も早いことだし、今日の作業はこれで切り上げよう。1。今日はあとどのぐらい続けるつもり ?2。2> じゃあ、今日中に全部やっちゃうんだね。3>, 3。ああ、今日はこのぐらいにしとくか。 4番、さっきの講義何の話だかさっぱりだったよ。1>, 1、ほんと、理解が深まったね。2、2> 私も全くついてけなかった。3、頭の中がすっきりした 5番。せっかく食事に行ったのに、あの量じゃ食べた気しなかったね。1。ちょっと少なすぎたよね。2。2> え、食欲なかったの 3>, ?3。あれじゃ食べきれなかったね。 6番田中君昨日事務所の電気つけっぱなしで帰宅したでしょう1消したと思ったんですけどすみません 2, 2あっつけといた方が良かったでしょうか 3, 3あのー、ちゃんとついてたはずですが 7番今度のセミナー申し込みがこれだけだと中止せざるをえないかな会場に入りきらないでしょうね 2> 2中止にならずに済みましたねこれじゃあ難しいかもしれませんね 8番。ああ、やっと来た。遅いよ。もう少しでバス乗り遅れるとこだったよ。1。僕のせいで乗れなくて申し訳ない。2。2> 悪い。でもギリギリ間に合ってよかった。3>, 3。もうちょっと早く来てくれよ。 9番。クラスのお花見盛り上がったんだって私も参加するんだったなぁ。1。ほんと、来ればよかったのに。2。2> 思いっきり楽しもうよ。3>, 3。あれ参加してたんだっけ

11番今日の試合、勝てた試合だったのに、私のせいで。1。やる前からそんな弱気じゃダメだよ。2。2> もう終わったことだし気にするなよ。3>, 3。勝ったんだから別にいいじゃない。 12番。部長があんなに怒るなんて、よっぽどの理由があるに違いないよね。1。本当部長、怒りっぽいからね。2。2> なるほど、そういう理由だったのか。3>, 3。うん、今までになかったことだしね。 一番。観光案内所で地図を見ながら男の人と係の人が話しています。近くをドライブしたいんですが、いいコースを教えていただけませんか海が見えてできるだけ混んでないコースがいいんです。あと、どこか一つぐらい観光できるところが欲しいな。うーん、そうですね。この辺りのドライブコースとしては4つございます。まず、海岸コースですが、 こちらは海が見渡せますし、途中に花の公園があって、季節の花を楽しむことができる人気のコースですよ。ただ、今日は休日だから混んでますね。ああ、そうですか。他に、海が見えるのは有料道路コース。こちらは海岸コースと並んで走っていて、眺めもとてもいいですし、空いています。ただ、途中に車を止めてみるようなところはありませんね。うーん。 車に乗ってるだけなのはちょっとね。そうですか。では、この山頂コースはいかがですか途中にいい美術館もありますよ。海から少し離れてしまいますが、空いていますし、山頂からの海の景色は最高ですよ。あとは、はい海は見えないんですが、おすすめのコースがありますよ。山のふもとコースで、山の上の方には行きませんが、混雑もなく快適ですし、 今は菜の花畑が続いていてて綺麗ですよ。それに途中に有名な神社もありますそうですかやっぱり混んでいるのは嫌だし海の眺めも捨てがたいな観光もしたいしじゃあこのコースにします男の人はどのコースにしますか海岸コース 二、2> 2有料道路コース。三、山頂コース。四、山のふもとコース。二番、タクシー会社の経営者と 人最近、売り上げがいまつなんで、何か新しいサービスを始めようと思っているんだが、現場を知っている君たち運転手に意見を聞きたくてね、何かいいサービスないかなうーん、そうですね。お墓参りへ行くお客さんの送迎をすることがあるんですが、お墓参りをされるお客さんは、お墓の掃除をすることが多いんです。 高齢の方も多いので、送迎とお墓の掃除の手伝いをセットにしてみてはどうでしょうか。でも、どの程度需要が期待できるでしょうか。そうだね。お墓参りはそうしょっちゅう行くものでもないし。それじゃあ、お客さんをスーパーやデパートまでご案内するだけじゃなくて、買い物のお手伝いをするというのは需要があると思います。お年寄りは重い荷物を持つのも大変でしょうから。それだったら一年中利用してもらえそうだね。 高齢化社会という点では、介護が必要な人も外に出かけられるよう、タクシーの乗り降りや車椅子での移動のお手伝いといったサービスはどうでしょうか。運転手は研修を受ける必要があるかと思いますが。確かに、そういったサービスがあると、高齢の方も安心だね。ただ、研修には時間がかかりそうだな。そうですか。あと、以前に比べて外国のお客さんが増えています。 運転手の語学研修などを行って外国語で案内できると喜ばれると思いますうーんそれは成果が出るまで時間がかかると思いますそうだね長期的には運転手の技術や能力を磨いていく必要があるけど今回はすぐ取り掛かれて需要の広がりが期待できるものにしよう今回 どのサービスをすることになりましたか 1, ?1 お墓の掃除を手伝うサービス二、2> 2買い物を手伝うサービス3高齢者を介護するサービス4外国語で案内するサービス 3番？ラジオで男の人が話しています。家の中が物で溢れているとか、片付けることが苦手という声をよく聞きます。そこで、今回は皆さんに4つの方法を提案します。一つ目の方法は知り合いが多い方におすすめです。まだ使えるけど、自分は使わないといったものがあったら、新たな持ち主を見つけてどんどん譲ってしまいましょう。 二つ目の方法は譲りたいけど自分で次の持ち主を探すのが難しい方におすすめです。そのような方はリサイクルショップを利用しましょう。服だけでなく本や CD も買い取ってくれます。三つ目の方法は物が増えないように持っているものを有効利用するというものです。例えば新しい服をどんどん買うのではなく今ある服に スカーフやベルトで変化をつけましょう。四つ目の方法は収納で工夫するというものです。家の中を見渡してみてください。階段やベッドの下など収納に使える場所はありませんか棚やゴで収納すると部屋の中がスッキリしますよ。うちも物が増えて困ってるのよね。いい機会だからやってみないそうだね。僕も気になってたんだ。 整理するなら僕は CD だな。この際友達にあげよう。うん。それかお店に持ってってもいいんじゃないうーん。でもやっぱりどれも捨てがたいな。廊下に天井まで棚を取り付けることにしようかな。CD 用の棚ならそんなに場所取らないし。それ良さそうだね。私はやっぱり服よね。新しく買い足さないで小物でアレンジしよう。ええー。 だいたいもうタンスから溢れてるじゃない。お店に持ってったらアレンジじゃ、確かに解決策にならないか。それじゃ、やっぱり少しはお金になるだろうから、思い切って整理しよう。質問1。男の人は、どの方法を試しますか 質問2女の人はどの方法を試しますか